デジーナ・マルゲリータ級戦艦は、イタリア海軍が建造した最初の純度級戦艦で2隻が収益した。本級は、自国の沿岸警備のために建造されたクラスで2隻の建造が承認された。設計者は、当時の海軍大臣、ベネデット・ブリンであったが、本級建造中に死去したために、イタリア海軍で記念として2番艦の艦名として残された。 設計当初は 30.5cm 砲を2門に、抑える代わりに 20.3cm を12門も、搭載するという、複砲火力を重視した、純度級戦艦であったが、設計後に、ブリンが死去して、後継の設計者となったミケリの手により 30.5cm 砲を4門に、増やした代償に 20.3cm 砲を4門に、減少して 15cm 速射砲を12門。 トーサベネデットブリンのイラストボン球は還元の低かった。全球の反省から高い還元を持つ平ら還板型船体で水面下に昇格を持ち、還守還板上に三十点五センチメートル砲を連装式の砲塔に収めて前向きに一気を配置。その背後から上部構造物が始まり、環境構造は司令塔を下部に組み込んだ箱型環境は両側に。 船橋を持っており、前後の環境は同形状であった。環境を基部として頂上部に見張り書を持つ簡素な短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には三角形状に並んだ三本煙突が立つ。煙突の周囲には館内への吸気用としてキセル型の通風塔が立ち並ぶ。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、前後のマストの基部に一基ずつついた。 ジブクレーンにより運用された。関西低置き場の後方に、後部マストと後部環境が配置されたところで、上部構造物は終了し、後部甲板上に2番3 0 5トル手法等が、後ろ向きに1機が配置された。上部構造物の四隅には、副砲として、新型の2 0 3トル単装砲が1機ずつ、計4機が配置され、 その下の原則部には 15.2cm 単装砲がケースメート配置で、片原6機ずつ、計12機、さらに上部構造物には 7.62cm 速射砲が20機が配置された。この武装配置により、前後方向に最大 30.5cm 法2問、20.3cm 法2問、7 6 2トル砲2門が試行でき、左右方向に 最大 30.5cm 砲4門、20.3cm 砲2門、15.2cm 砲6門、7.62cm 砲10門を試行できた。竣工後に前後の環境のブリッジは撤去され、環境とのブリッジが全部司令塔を囲むように小型化したものに変更されて軽量化された。1番艦と2番艦の外観の相違点は監視紋章があるのが、 レジナ・マルゲリータ。副砲の間の士官室の四角形状の幻想が多いのがベネデット・ブリンである。手法はイギリスのアームストロング社の開発の1908年型 30.5cm ライフル砲を採用した。その性能は重量 417kg の砲弾を最大行革20度で2万メートルまで届かせられる性能であった。この砲を くさび型の連装砲塔に2機が配置された。砲牙の浮行能力は、行角20度、深く5度である。旋回角度は、左右150度の旋回角度を持つ、主砲神の浮行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分一発であった。副砲は、イギリスのアームストロング社の開発の、 1900年型 20.3cm 速射砲を採用した。その性能は 116kg の砲弾を最大行角30度で 18000m まで届かせられた。この砲を単装砲がで片元に傷つ計4機を原則配置した。不行能力は行角30度、深く5度である。旋回角度は150度の旋回角度を持つ。砲がの不行。 前回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に2発であった。他に、体育畜歓迎劇用に、イギリスのアームストロング社の開発の、1892年型15.2センチメートル速射砲を採用した。その性能は45.3キログラムの砲弾を、最大行革15度で9140メートルまで届かせられた。 この砲を単装砲がで原則系スメート配置で片元6機ずつ計12機を配置した。砲がの不行能力は行角15度、深角三度で旋回角度は150度の旋回角度を持つ。砲がの不行、旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に5から7発であった。他に水雷艇撃用に、 アームストロング 7.6cm 速射砲を単装砲がで20機、オチキス 4.7cm 単装機砲を2機と、オチキス 3.7cm5 連装ガトリング砲を2機を搭載した。近接火器として、ハイラムマキシム 10mm 機銃2丁を搭載した。他に、対艦攻撃用に 45.7cm 巨雷発射管を単装で計4門搭載した。 配置は一番複方の水線上に水上魚雷発射管を片減一門ずつと水線下に水中魚雷発射管を片減一門ずつを配置した。本級は数々の武装を搭載したために防御にかけられる重量が減少化し全体に装甲が薄く広い戦艦となってしまった。原則装甲は艦首と艦尾部は5 0ト、mm、ル。 中央水線部に1 5 0ト、mm、ルの装甲が貼られ、主幹板は8 0ト、mm、ルであった。砲塔の前立ても2 0 0、mm、トルで複砲のケースメート部も1 5 0ト、mm、ルであった。本級のボイラーは、機関室の全部に28機が集中して搭載され、ボイラー室は2枚の横隔壁を中央部の重隔壁で分断して6室に分かれており、前側4室に6機ずつと、 後ろ側2室に4機を分散して搭載していたために3本。煙突は全部ボイラー室が並列で2本。後部ボイラー室が1本で異なっていた。これに3段膨張型4機等レシプロ機関2機に軸推進で最大出力2万馬力で速力20ノットを発揮した。燃料は石炭のみとした。機関の形式は性能比較のために1番艦と2番艦とで異なった。 種類の機関を搭載した。一番艦、レジナ・マルゲリータは、ニクローズ式石炭戦勝水艦艦28機に、アンサルド式三段膨張型四気筒レシプロ機関2機、二軸推進。二番艦、ベネデット・ブディンは、ベルビール式石炭戦勝水艦艦28機、グッピーホーソン式三段膨張型四気筒レシプロ機関2機、二軸推進であった。 ラスペリア造船所で1898年11月20日、起航、1901年5月30日浸水後設計変更。1904年4月14日、浸港。1916年に、アルバニアのバロナ沖にて、UC14 の魚雷攻撃により撃沈。カステラマーレ造船所で1899年起航、1901年浸水後設計変更。 1905年9月1日、竣工。1915年9月17日に、ブリンリジ校内で、後部谷薬庫が自爆して爆鎮。ありがとうございます。